アウディ RS7 なんですが、この車は究極のラグジュアリースポーツ、もしくは究極に快適な通勤快速特急になる車だと思います。時速300キロオーバーでアウトバーンを優雅に歌いながら移動できてしまいそう、そのぐらいのポテンシャルを感じる恐ろしいマシンに仕上がっています。今回のトップランク輸入車徹底解剖でご紹介するのはアウディの RS7 をご紹介したいと思います。この RS7 なんですが、 AMG や M のようにですね、まるっきりベースの車とは違った1台に仕立てられているんです。しかしながらですね、若干それら2車に比べて影が薄いと言ってしまっては失礼なんですが、アウディの S シリーズと RS シリーズどのぐらい違うのかであったりですね、この RS のポテンシャルというのがすごく高いんですが、それが伝わりきっていないなというふうに思っています。そこでですね、今回のレビューではこの RS7 を題材にしながらアウディ RS の魅力を伝えていきたいと思います。それでは早速 RS の一番の魅力ともいえるハイパワーエンジンを見ていきたいと思います。この車ですね、なんと600馬力もあるんですよ。さらにですね、トルクは81キロもあって、この車 2.1 トンもある巨体をですね、なんと0-100 3.6秒という瞬速っぷりで加速させるのがこのエンジンなんです。しかもですね、このエンジンだけではありません。この車はですね、マイルドハイブリッドシステムが搭載されることによってですね、パワーをアシストしてくれたり、さらにですね、これだけ大きなエンジンでハイパワーを振り絞り、 2.1 トンもある巨体をですね、リッター 8.8 キロという比較的高燃費で走らせることができるんです。エンジンなんかもですね、気筒休止システムが搭載されており、パワーが必要がないときは4気筒を停止させてですね、燃費を稼ぐ、そんな作りになっているんです。 RS7 に搭載されているエンジンなんですが、恐ろしいです。ターボラグなんていうものがですね、ほぼ存在しなく、アクセルを踏んだ瞬間に車がワープしたかのようにドンと前に出ます。このアウディ RS7 にはクワトロがついています。このクワトロがですね、80キロものトルクをしっかりと路面に伝えてくれるんですよ。普通の車はトルクが80キロもあるとパワー感はすごいんですが、タイヤが滑って前に進まなかったりします。しかしこの車は恐ろしいことに全てが路面に伝わるので、車が一瞬前にボンとワープしたかのようなですね、加速をしていくんです。しかもその時に車の中が超静か、全くですね、車の速度が出ているといった実感がないと言っても過言ではないぐらい静かでですね、快適な状態で車が前に進んでいくんです。それがですね、逆にもう不自然すぎて怖いぐらい、安心して踏める車になっています。続いてエクステリアを見ていきたいんですが、見てください、この上品かつスポーティーで迫力のあるデザインを。この車がですね、これだけスポーティーでありながら上品に見えるのはですね、このスペシャルカラーに大きく由来しているかなというふうに思います。グレイシアホワイトマットペイントというですね、オーダーのカラーとなっており、前オーナーさんのですね、趣味でかっこよくまとまっています。さらにこの美しいホワイトと対をなすようにですね、カーボン&グラスブラックスタイリングパッケージが装着され、白と黒のコントラストがとても美しい仕上がりとなっております。そしてこの迫力、やはりこのフェンダーにあるんではないでしょうか。この RS7 はですね、ベースとなっているのが A7 なんですが、 A7 のスポーツバッグから5センチもですね、この幅を広げているんです。それによって生み出されたこのフェンダーというのがですね、この車がただもののではない雰囲気を生み出しているんです。続いてサイドを見ていきたいんですが、まず目を引くのはこのブレーキ、見てください。アメリカのL サイズピザよりもさらに大きな円盤が装着されています。これはオプションのカーボンセラミックブレーキなんですが、とにかくですね、この22インチのホイールがパツパツになるぐらいのサイズ、そしてキャリパーなんかを見てください。こんなに大きいキャリパーが搭載されています。2100キロを超える巨体をしっかりと止めるために、これだけ大きなキャリパーであったりブレーキディスクが搭載されており、裏側を覗き込んでみるとしっかりとですね、冷やせるような銅粉板まで装着されており、見た目だけではないですね、しっかり RS の名に恥じないですね、スポーティーな作りとなっております。さらにですね、サイドを見ていくと、やはり目を引くのはこのフェンダー、とても迫力のあるフェンダーとこの上品なホワイトがマッチしてですね、とても綺麗な配色となっています。タイヤサイズなんかもですね、
フロントとリア両方が285となっており、このあたりはですね四駆を採用していることによってフロントタイヤとリアタイヤ両方でグリップを稼ぎたい、そういったところが伝わってくるタイヤサイズ選びとなっています。続いてリアを見ていきたいんですが、このリアもですねとてもかっこよくてスタイリッシュ、そして迫力があるデザインとなっています。やはりですねこの RS の名にふさわしい装備といえるのはこの可変のスポイラーだと思います。時速がですね130キロになるか任意でボタンを押すことによってこの美しいクーペのデザインを保ちながらですね、ここが上に上がることによってダウンフォースを生み出せる作りとなっているんです。さらにですねオプションのこのカーボンが入ったことや、この左右をつなぐ最近のアウディ独特のですねデザインでこのリアからの迫力、まさにですね RS らしいですね、とてもスポーティーな仕上がりとなっています。続いてインテリアを見ていきたいんですが、このインテリアですね使われている革の質感がとても高く、さすがは RS7、やっぱりですね7まで大きくなってくると、内装の質感というのもですねどんどんグレードが上がっていっているなというのを感じます。特にですねこのレザーはバルコナレザーというレザーなんですが、触った時のですね触り心地がとても柔らかくてとてもいい革が使われていることがよくわかります。さらにですねこの車には先進的なディスプレイ装置が搭載されていて、エアコンなんかもですねこのディスプレイを使って操作するようになっているんですが、こういうディスプレイはですね見栄えはいいんですが操作がしにくいところがあります。私は個人的にあまり好きではないんですが、このアウディのはですねタッチした時にクリック感が来るんですよ。 iPhone なんかもですね自時的にタッチした時にディスプレイがブブブブって振動する、そういったモードがですね搭載されていて、自分がちゃんとタッチできているのかっていうのが確認できるのが好感が持てます。またですねこの RS には専用の RS モニターが搭載されているんですが、手元でですねこのように G メーターが見えたりタイヤの空気圧が分かったりとですね走るのに必要な装備がしっかりと搭載されているんです。これだけですね大きなサルーンでありながらもしっかりと走れる、サーキットも楽しめる仕様になっているのがこの RS の面白いところだと思います。さらに速いだけではないのがこの RS、 しっかりとですねサンルーフが装着されているなど速さだけではなくラグジュアリーな要素も満たしてくれます。またスピーカーもとても音質がいいです。これはですねオプションのバング&オールセンのスピーカーが搭載されているんですが、ラジオであっても家庭用の高級スピーカーで聴いているような臨場感が味わえる、とっても上質なものになっています。続いて後部座席なんですが、この RS7 クーペスタイルをしながらもですねフォードはセダンの実用性を兼ね備えているんですが、しっかり後部座席もですねこの頭上のスペースが確保されていたり、先代までのモデルはですね後部座席は2人しか乗れない4人乗りモデルだったんですが、今回のモデルはですねしっかりと5人乗れるモデルとなっています。このあたりもですね美しいデザインでありながら実用性、積載性、そういったものをですね全て満たしたい大人のニーズをしっかりと満たしてくれるのがこの RS7 だというふうに思います。さらにこの車がなぜラグジュアリーなのにスポーティーかというとですね、究極に静かなんです。普通これだけすごい加速をしていくと車内にエンジン音や風切り音なんかが入ってきたり、ハイグリップなタイヤを履かせているために恐ろしいロードノイズが入ってきたりします。しかしながらこの車はですね、ほとんど音をせず加速していくんです。これであればですね本当にドイツのアウトバーンであれば300キロでずっと運転していても不快にならないぐらい音がしないでですね走っていくことができるんです。しかも驚いたのは乗り心地までいいこと。この車はですねなんと標準がエアサスなのに、オプションを使ってですねあえてですね、バネサスペンションを使っているんです。そうすることによってですね標準モデルよりも、よりスポーティーな走行を可能とし、乗り心地が若干スポイルされているはずなんですが、この車はですねボディ剛性やサスペンションの設計がとってもしっかりしているために、硬いバネが入っていてもそのバネをですねボディがしっかりと受け止め全く不快な振動が入ってきません。このあたりはですね E クラスベースの AMG やこの間ご紹介した BM の M5 なんかよりも全然いいです。特にですね BM の M5 はボディ剛性が正直足りないなといった印象がありましたが、このアウディ RS7 はですね2世代ぐらい先を行っているかのような安心感と剛性感があり、それによってですね足がとってもよく動いています。
そのため M5 などの競合車種などでは足回りをですね柔らかくすることによって乗り心地の良さを取るために走行性能、スポーツ性能といった部分がスポイルされていますが、この車はですねバネを硬くしても乗り心地が担保できているためにですね足回りやブッシュなんかもしっかりと引き締められていて、まさに快適性とスポーツ走行、それらをですね両立できているのがすごいところだなというふうに感じます。さらにこの乗り心地の良さをですね担保しているのは、この車は対角線上にあるダンパーのオイル量をですね制御していて、左右のオイル量を調整することによって車をフラットにするですねそんなシステムまでついているんです。そのため乗り心地もいいですし、コーナーを曲がっている時にですね車の姿勢を常にフラットにしようとしてくれます。この電子制御、それがですねクワトロと相まって恐ろしく安定した状態でコーナーが曲がれるんです。クワトロもですねこの車は後輪の方がですね駆動配分が大きくなっていて、これらは可変で変えられるんですが、基本はですね後輪の方が強くなっているので FR っぽい動きをしてくれます。RS7 なんですが、この車はですね今まで乗った車で最もスポーツ性能の限界地点と快適性のこの交点がですねバランスがとても高いところにある車だなというふうに感じました。ボディ剛性が極めて高いおかげ、そしてですね最先端の技術をフル導入しているおかげでですねスポーツ性能と快適性が両立できているのがこのアウディ RS7 のすごいところだなというふうに感じました。他の M5 であったり E63 では実現できない領域に行っています。このあたりはですねアウディの RS というと、どういった車なのかあまり知られていないんですが、実はですねライバルに匹敵するかそれをもう勝る性能を秘めているのがこのアウディの RS7、あまりですね RS シリーズは目をつけていなかったといった方もですねぜひ一度チェックしてみてもらいたい1台かなというふうに思います。今回の輸入車徹底解剖ではアウディの RS7 をご紹介しましたが、この車やはりですね AMG M、それと並ぶかそれ以上にですね速くて楽しくて快適な、本当にですね大人の欲を満たしてくれる1台だということがよく分かりました。電子制御をですね使いながら速さにこだわっていくあたりはですね、アウディの標榜するこの技術による先進、そこをですねまさに体現した1台がこの RS7 だったんではないでしょうか。このようにですねトップランクの YouTube チャンネルでは車好きが車好きに向けて動画を制作しています。ぜひですね車好きの皆様チャンネル登録で応援をしてもらえたら嬉しいです。またですねコメント欄なんかで RSM、AMG どれが好きなんか、そういったあたりもですねコメントなんかで教えてくれたら嬉しいです。すげえ、やっぱアウディが一番先を行っている。カーボン&なんだっけカーボン、またですねこのフロントマスクなんかもですねカーボン&グロスブロッカーボン&グロスごめん横幅がすごいんですよ。見てください。両手を広げても届きません。そんなのどの車も一緒だよ。